シンドバット黄金の公開は1973年のアメリカ合衆国の冒険映画。1958年のシンドバット7回目の公開から始まるシンドバット3部作の15年ぶりとなる2作目で、3作目は1977年のシンドバット虎の目大冒険。公開中のシンドバットの小舟に奇妙な鳥が黄金の刻印を落としていった。 マラビア王国に就いたシンドバットは魔術師クーラとその手下に黄金の国印を奪われそうになるが難を逃れ最小のビジエルに面会するビジエルは四次を定めず亡くなったマラビア国王により国を任され摂政をしていたがクーラの魔力による火球で顔に大火けを負っており黄金の仮面をつけていたビジエルもまた黄金の国印を所持しており二つの国印を 合わせると、未知のことを示すカイズらしきものとなった。ビジエルはシンドバットに、刻印は三つで一組のものであり、すべて揃えば、クーラの野望を廃し、マラビアを危機から救えるのだと語る。最小ビジエル、シンドバットの夢に現れた女奴隷、マルギアナ、そしてその地が落差を叩き直してくれと父親の、商人から頼まれた若者、ハローンを船に乗せて、船乗り、 シンドバットの冒険が始まった。ありがとうございます。